こんにちは、塾の久保です。今回の舞姫大学の授業はですね、二つ目。二つ目の授業は、まあ、個人で稼ぐ方法、個人で自由に生きていく方法なんですけども、まあ、これはも読んで字のごとしですけども、自己解決能力を高めていくことなんですよね。自己解決能力ってのは、問題が起きたら自分一人で解決していく力です。まあ、言ってみればこれで答えは終わりなんですよ。だから他者を必要としないっていうことなんですよね。ただ、 そんなことがなかなかできるわけはありません。だとしたらね、こうも言えます。人を頼りにするのは瞬間瞬間であることっていうものですよ。頼りになる人ってのは確かにずっと頼りにしていたいんですけども、人は変化しますし、違う方向を見始めるんですよ。なぜなら、私とその人は別の人生を歩んでいるからです。で、究極言えばね、夫婦だって親子だって、途中から別の道に行くことってのは大いにあるんですよ。 まあ親子なんてのはよよくありますよね子供もどっかで自立して一人の道を歩んでいくそれは親も期待するし子供もそうなろうとしてるわけなんですよですんでずっと同じように子供が親を頼りにすることってのはできないですよね親子の関係でもそうなわけですから赤の他人という出会いであったらいくら一時期はねものすごく共感して協調し合った中でも別々の人生をそのうち歩んでいくんだなっていうふうに覚悟することは必要になってきます そして、ものすごく頼りになるビジネスがあったとしますよね。なんかすごく、自分では何もしないのに、そのビジネスが自分に利益をずっともたらしてくれるみたいな。これも歌方なんですよ。瞬間的に利用することあっても、これは続かないよねっていうことで、いつかそれがなくなっても大丈夫な自分をやっぱりこっちの方でね、2本目3本目ってものを作っておく必要があります。それも自己解決能力の一つです。 これがなくなったらどうしようかっていうものを用意しておくことが自己解決ですよ。でもこれがなくなったらやばいよねでも今は甘い道をついてるからまあ明日でいいかみたいなのは自己解決をしていないってことなんですよね。そうなるとねいわゆる一時期は自分にたなびいててくだれたけどもでも今は使えないよねって仕組みっていうのは世の中にたくさんあふれてるわけなんですよ。それをいちいち詐欺だとか裏切られたとか金返せっていうのは 自分のののの解決能力の無さそのものなんですよいやだってねどんなビジ,ネスでビジネスであっても誰かは利益を上げてるわけですよでその誰かになる技術がなかったってことなんですよねうんでそれをねビジネスに参加してたまたま損したから被害者だっていうのもまたおかしな話でビジネスっていうのはそういうもんなんですよねみんなが儲かったバンザイったてならならいんですよじゃあラーメン屋を出しましたラーメンがブームだからってラーメン屋出しました師匠も ラーメン屋さんの開店に協力してましししてててまままたたた営業みら3年で潰りました詐欺だって言います誰に向かって詐欺だって言うんですかでも自分の店は潰れても誰かのラーメン屋は繁盛店なわけでしょということはですねやっぱり自分の技量なんですよねそういうふうに考えた方が真摯に自分の力に向き合っていけると思います自分はまっとうなことをやったのになんでこんな目にっていうことは 自分の見えてない範囲で隙があったってことなんですよねですんで自分の背中も見えるようにした方がいいと思いますまあ本当ビジネスって誰かを頼りにしてやるもんではないですし今置かれている現実すべてが自分がもたらしたものそしてもう一個言えるのは今頂い,いてる現実すべてが皆様のおかげでできたものこの二つが 言えるんではなかろうかと思いますというところで改めてこの言葉で締めたいと思いますいいことがあったら皆さんのおかげ悪い結果は自分の技量のなさそのせいだということなんですよねここの考え方を動かさない限りはビジネスで突破口というのは必ず見出せます逆にですねいいことがあったら自分の頑張り悪いことがあったらみんなのせい時代のせい政治が悪い これはビジネスの世界ではこういう人お呼びじゃないということになりますじゃあ今回は以上です